はい、どうもこんにちは、七家です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2000年度の室蘭工業大学の入試問題です。範囲は数2の不等式ですね。この前その相加相乗平均の関係を使った不等式を証明しましたけれども、まあ不等式の証明ということで、まあ、今回はね、思考がちょっと違いますけれども、そのまま問題を出してるわけじゃなくて、括弧1を飛ばしています。でいきなりこの問題を示せだとちょっと難しくなるかなと思いまして、難易度を上げるつもりで、出しています。で、まずこれで解いてもらうことを主眼に置いて、もしこれでちょっと厳しいなという人は、括弧1のヒントを今から出しますので、それを使って考えてみてください。ヒントはA の2乗足す B の2乗ですね。それから X の2乗足す Y の2乗。これから、AX プラス BY。この2乗を計算すると、BX マイナス AY の2乗になって0以上になるんですね。ということで、こっちとこっちだ、こっちの方が大きいってことが言えます。こっちが大でこっちが小ということが言えます。小さいということが言えます。こんなのを使ってですね、式変形をしていくといいかなと思います。本来はね、別解でも扱いますけれども、別のやり方でやるのが、距離を使って考えていくのが、うまいやり方かなと思うんですけど、普通にね、二乗して比較するっていうやり方で解くというのがこの問題の趣旨になっています。ではやっていきたいと思います。でかい方からの小さい方から、それぞれプラスの数なので、0以上の数なので2乗して比較して良いということですね。それを明記してから、計算していきましょう。ということで右辺の2乗ですね、引く、左辺の2乗ということで、これ、二乗した式書くと絶対値取れますよね。これここはね、で2倍の絶対値、ここは取れないですけれども、絶対値 x-a の、2乗は取れちゃうので、後ろの y-b の2乗も括弧にしちゃいます。でそれから小さい方ですね、これも、絶対値の2乗ですから括弧の2乗と同じなので、2乗計算すると、ルートが取れて x の2乗足す y の2乗になりますよね。それから2倍のルート x の2乗足す y の2乗と a の2乗足す b の2乗足す、a の2乗足す b の2乗というのが出てくると。で、あとはここね、頑張って展開して計算するというわけです。だからちょっと順番変えるとですね、x の2乗足す y の2乗というのが出てきて、それから a の2乗足す b の2乗というのが出てきます。それから、真ん中に相当するマイナス 2x、マイナス 2by というのと、それから2倍の絶対値 x マイナス a と x マイナス b というのが出てきますね。で、後ろはマイナス、x の2乗足す y の2乗と、a の2乗足す b の2乗。これ全く前半と同じですね。で、プラス2倍のルート x の2乗足す y の2乗かける a の2乗足す b の2乗と。という形になって、ごっそりここが消えます。ここが消えます。で、残ったやつが、0以上であるってことを言えばいいんですね。全部2倍になってるので、2でくくってあげましょう。2でくくると2括弧マイナス AX 足す BY ですね。それから、絶対値 X マイナス A と、X マイナス B、 それから、ルート X の2乗足す Y の2乗と、A の2乗足す B の2乗ですね。ここの式変形で困ると思うんですね。でそれを括弧1で補って、入試問題は作られています。でここが、さっき大って書きましたけれども、ここの部分を
つまりその ax プラス by で置き換えると小さくなりますよね。というわけでこれはこういうふうに書けるわけです。2倍のマイナス ax 足す by 足す絶対値 x マイナス a と絶対値 x マイナス b、 y マイナス b ですね、これね、ここ y マイナス b ですね、そうですね、ここも y マイナス b ですね。とプラスルートですね、ここは、ax プラス by の2乗という形になって、結局ここは絶対値がついた形になるということです。だからまあちょっと一旦消してですね、絶対値 ax 足す by という形になってこういうふうになるわけですね。そうするとこの絶対値がついてるやつとこのマイナス s ですね、これが、ちょうど、まあ、AXBY がマイナスだったら当然あのプラスになってくれるので、いずれにしてもこの値は0以上になりますよね。これとこれの和が0以上で、で、ここも0以上ですからトータルとしてこれが0以上であるってことが言えるということで証明が終わるわけです。だからここの変換ですよね。この変換がちょっと難しいかなという、そういう印象ですね。ここをこういうふうに変えるっていうところですね。まあ、普通に2乗して計算した場合には、ここの部分のルートの処理が難しくなるかなと思うんですけれども、これを、まあ、じゃあどうやって別解で考えていくか。まあ、もしこの不等式の、この、ヒントがなかったらどうやって考えていけばいいのかっていうことについて、別解で触れていきたいと思います。これまあパッと見てですね、その距離として考えられる人は結構数学慣れてるなというと思うんですけども、ですね、例えばその、こんな感じでですね、座標軸を、まあ、これ必ず第一象限に取れるとは限らないですけど、まあ、第一象限に取るというふうに考えていきましょうか。まあどこで取っても同じです。例えば x の2乗足す y の2乗というのを、この辺に取ったとしましょう。 x と y っていうこの辺に取ったとしましょう。それから ab というのをこの辺に取ったとしましょう。とするとルート x の2乗足す y の2乗っていうのはこの長さになりますよね。この長さが、ルート x の2乗足す y の2乗になると。それからこの長さがルート a の2乗足す b の2乗になる。こうですね。でじゃあその差はって言われた時には、まあこれこのまあ、大きい方から小さい方を引いた長さになるわけですから、まあこれ例えばですね、点 AB を通る原点中心の円を考えてあげて、まあこうやって半径がルート A の2乗足す B の2乗と半径がルート X の2乗足す Y の2乗の円を考えてあげた時のこの長さになるわけですね。ここが、左辺の値ということになります。ということですね。これ、回答として、模範回答として、書くのには、まあ、記述としてはちょっと不完全な部分があるかなと思います。これで全部証明できてるのかって言われると、まあ、ほぼ OK なんですけれども、まあ、そうですね、厳密性にちょっと欠けるかなという感じはします。それは仕方ないことだと思います。点 AB は2にこう取るわけですから、 AB とか XY は2に取るわけですから、果たして全体で言えてるのかどうかっていうのがちょっとね、分かりにくい部分もあるかなとは思うんですけれども、基本的にこれで OK だと思います。で考え方が結構重要なので、まあアイデアとかですね、それを重視して回答を書いていきます。この
値ですよね。で今x の x と xy という点と、まあ、例えばこれ a としてこっちを b とすると ab の距離というのはここになりますよね。これになりますよね。この距離っていうのはどうやって計算できるかっていうとルート x-a の2乗足す y-b の2乗という形になります。いいですよね。これ ab の距離ですよね。でじゃあこれは何を表しているのかというとこれは x-a だから x と a の距離の差と y と b の差ですからここの距離なんですね。これマンハッタン距離って言われてる距離なんですけど、x 軸同士の差ここの長さですね。この長さが x-a の絶対値、それからこっちの長さが、y-b の絶対値ということになります。でその距離の和ですからこの緑の AB の直線で結んだ和よりも和というかその距離よりも、長くなるわけです。だからこれとこれ比べた時にですねこれとルート AX-A の2乗とプラス Y-B の2乗を比べた時にこっちの方が大きくてこっちの方が小さいということがわかると思います。図から明らかですよね。でもしこれがこういうふうに言えるんであったら、当然これがこういうふうになっているので証明が完了することになります。でここ言えそうですよね。この不等式なんでかっていうとこの緑の線とこの左辺の値赤いところですねオレンジのところこの長さ緑の方がまだ長いじゃないですか。ここ最短ですよね。だからこの、不等式とこの不等式証明ができるんではないかなと。この不等式とここからここまでとこの不等式の証明って、できそうですよね。まあ実際に、できるんですよ。まあ二乗して計算すれば簡単にできてしまいます。というわけでまあここの AB の距離とですねまたこの AB の距離とここの部分の代償についても記述だと証明は必要ですよね。証明は必要なのでちょっと厳密性に欠けるとは思うんですけど、まあ、この距離に関しては、三角形の直角三角形の斜辺の長さは二辺の長さよりも、y よりも短いというわけで、まあ、ほぼ明らかと言えると思います。まあ、そういう形で代用しちゃっていいかなと思うんですね。マンハッタン距離って結局位相は同じものを与えるんですけど距離としては違うというわけですね。こういう距離もあるわけです。でまあこっちの方はユークリッド距離とまあ大学の数学科で勉強する距離としては距離空間の構造としては同じですけども距離の定義が違うんですね。こっちはマンハッタン距離とこんな風に言われてます。でこっちの方が大きくなりますね。位相は同じですよ。でまあ結局これとこれを比べることにしましょう。で両方とも二乗して大きい方から引き算すると右辺の二乗から、左辺の二乗を引き算するとこれx-a の2乗足す y-b の2乗ですよね。引く、まあこれ、さっきもまあ計算しましたけど、x の2乗足す y の2乗を、マイナス2ルート、ここ同じ、プラス、a の2乗足す b の2乗ですよね。で、まあこれ計算すると、マイナス2ルート x の2乗足す y の2乗かける a の2乗足す b の2乗それからマイナス 2ax
マイナス 2by という形になって、これ、0以上であるということと、これプラスか、このプラスであるということと、2で割って、まあ、平方をすると、これが同値になるんですね。が、AX 足す BY の2乗ということと同値になるんですね。2で割って、まあ、これを移項してですね、ここの部分を移項して、2で割って2乗を取るとこの式になって、この式はシュワルツの不等式ですよね。シュワルツの不等式なので、より成立とというわけですね。まあ、統合成立は A 対 X 対 Y が A 対 B になるときで、まあ、A と B が一直線上に並ぶときですね。それはそのマンハッタン距離も同じなので、結局この統合成立はその A と B が点 XY と点 AB というのを取ったときに、それが一直線上にあるときに統合が成立するということになります。まあ、こんなふうにして証明することもできるというわけですね。はい。まあ、一応ね、そのこの問題に関しては、距離について考えれば、実は自明であるっていうことが、ほぼ自明であるっていうことが、まあ、わかりますよね。この、2乗引く2乗で、そのシュワルツの不等式を持ち込まないと、確かに証明としては不完全ですけれども、まあ、でも図形的に見てね、緑の線と赤い線では赤い線の方が最短になってるのは明らかですから、まあ、台が言えるっていうことも、ほぼ明らかなわけです。だから、その括弧1がなくてもですね、この問題は攻略が可能だ、そういう問題だと言えると思います。はい、というわけで、二通り解法をね、紹介しましたけれども、距離について結びつけるという考え方はよく使うので、覚えておくようにしておきましょう。はい、今日の授業は以上です。お疲れ様でした。